日経 CNBC は CS 放送のスカパー、プレミアムサービスやケーブルテレビで放送している経済ニュース専門のチャンネルである。日本経済新聞社、テレビ、東京ホールディングスなどが出資する株式会社日経 CNBC が番組供給を担当する。キャスターコメンテーターなど株式会社日経 CNBC の株式取得に関するお知らせテレビ東京ホールディングス2010年12月22日日経 CNBC とは株式会社日経 CNBC 2019年11月27日閲覧外国語放送のアンテナ受信株式会社ワウワウプラス2019年11月27日閲覧番組一覧株式会社ワウワウプラス。2019年11月27日閲覧。2004年2月までは視聴可能であった。統計110度 CS 放送にかかる衛星機関放送の業務の認定申請受付結果。総務省情報流通行政局衛星地域放送課。2019年5月17日閲覧。申請者概要。総務省情報流通行政局衛星地域放送課2019年5月17日閲覧統計110度 CS 放送にかかる衛星機関放送の業務の認定総務省情報流通行政局衛星地域放送課2019年5月17日閲覧認定することが適当と認められた申請番組総務省情報流通行政局衛星地域放送課2019年5月17日閲覧紹介ページ4月新編成のお知らせ CNBC アジアアンカークリスティンタンによるインタビュー番組当局においては CNBC アジア同時放送枠で放送されるものとは別に CNBC アジアで放送されたものをもとに当局で再編集が施された日本語翻訳版がある。当局の番組編成上では前者をマネージングアジア、後者をマネージングアジアとして別番組扱いで区別している。後者についてはアジアの竜子たちのサブタイトルがついていたが後に外された。2009年4月より4本地の時だけ右上にアイコンがつくようになった。2009年10月より画面左上に企業広告がつくようになった。10時4分、11時38分、17時38分、19時21分の BGM は三村七重、15時20分の BGM は寺沢望選曲による。ありがとうございます。